この扉、もしかしたらここがこのダンジョンの終着点かもしれないな。やっぱり感じるのね、他とは違う雰囲気を。ここはさっきのジークフリートよりももっとヤバい感じがする。どうする、このまま戦いに行く？やっとここまで来たんだ、このままボスに挑もう。わかった、みんなでボスを倒そう。セブン、プリビエット、キリト君にレイン。君だけか、他のシャムロックはどうしたの？みんなもうやられちゃったよ、本当に強かったの。でも私がたった今倒したから、ここのラスボスを。え？なんだって？スバルト・アールブヘイムの最深部にいる闇の神を私がたった一人で倒したの。お前のスキルレベルじゃ到底勝てないだろ、一体どういうことだ？キリト君、前に言ってなかったかしら、このエリア限定の OSS の引き継ぎ方があるって。それは元の使い手が使えなくなっちゃう代わりに、引き継いだ相手はそのスキルの熟練度も引き継げるというパターンなの。じゃあクラスタやシャムロックが自分の OSS を一斉にセブンに引き渡しているの？そうよ、君に敗れた後、スメラギ君もこのスキルを私に引き継いだんだよ。そうか、シャムロックやクラスタが持つその羽飾り、それはスバルトエリア限定のレアアイテム。映像や音声の通信手段として使えると同時に。そう、スバルトエリア内限定で離れた場所にいるプレイヤーにでも OSS を引き継がせることができるの。そして今まさに私は倒れたみんなの力を集め、ラスボスに一人立ち向かい倒したわけ。今頃この羽飾りを通じて ALO 各所に伝わっているはずね。壮大な実験、題してラグナロクパストラルとでも名付けようかな。ラグナロク、北欧神話の神々の黄昏か。神々の時代よ、キリト君。私の実験の成功はネットワーク社会の新たなる一歩になるの。セブン、君ってやつはいくらシステムで許されていたって、多くのプレイヤーたちのゲーム体験を、経験値を摘み取ったんだぞ。スキルを向上させるためにそれぞれ努力してきた血と汗と時間が、君の実験のために無駄になったんだ。その責任の重さを理解してるのか？キリト君、やだな、熱くなっちゃって。私は一度も強要してない、間違ったことは言ってない、みんな賛同してくれただけ。私もその思いに応えるために実験を成功させてみせる。この素晴らしさが君にはわからないのかな。何を言っても無駄なのか。今頃スメラギ君がデータを取ってくれているはず、いい結果が出ればいいな。え？セブン、あんた何を勘違いしてるの？レイン、あなたは何の権限で私の頬を引っ叩くのかな。あんたのそのクソ生意気な笑みを見てられなくなったからよ。おいレイン、キリト君は黙ってて。確かにあんたの実験は交渉かもしれない、それで新しい技術が生まれるかもしれない。でもあんた仮にもアイドルをやってるんでしょ。夢を与えるのがアイドルの務めなのに、
みんなの楽しみを奪ってどうすんのよ。私はみんなの期待に応え、みんなはその見返りをくれた。これは互いに利益を分け合う純粋な交渉よ。みんな幸せなんだからいいじゃない。みんながチヤホヤするのはあんたに惚れ込んでるからでしょ。でも私はちゃんとリアルのことも明かしてる。その上でみんなは突き従ってくれてる。こんな清廉潔白な行いの結果をそんな風に言わないでほしいわ。じゃあはっきりと実験のためだったって言いなさいよ。それはそれにね、私たちはここでゲームをしに来てるの。博士ならないけど、よくわからない実験に利用されるのはもうごめんなのよ。キリト君も私も私たちに用意された大事な遊び場をあんたの妙な欲望で汚さないで。ゲーム。別にあなたの理屈を全部否定する気はない。でも私は止まるつもりはないよ。そう、じゃあ俺たちは。ラスボスをたった一人で倒しちまった君を倒して、そのラグナロクとやらを失敗させてやるさ。強力な OSS を無数に持つ私に勝てると思うの？そういう相手の方がむしろ燃えるさ。俺たちのラスボスにふさわしいさ。そう、キリト君、行くよ。
キリト君、セブンの様子が何かおかしいよ。これは…なんだ。私は絶対に負けない。私は絶対に…いつまでも…みんなに…認められる存在で…あり続けるのよ。ちょっと危ないか。
まるぞ。暗い、まだ大丈夫。アッサ、いけない、回復しないと。苦戦中みたい。シノウ、大丈夫。いけない、下がって。ありがとうね。これぐらいなら問題ないよ。頑張って。いいよ。普通になれちゃったな。勇気、無理は禁物よ。頑張って。追い詰められちゃったな。勇気、大丈夫なの。頑張って。一番一番これを使ってみよっと。無理は禁物よ。大丈夫、元気が戻ったわ。これ大丈夫。よし、頑張るぞ。これで決めよ。いっぱい壊してあげる。いい、すごい。さあ、これからこれから。頑張って。当たれ。これかな。もう持たないかも。アッサ、
持つよ。よっ、当たれ。私が一番。レイ、これでいけるよね。レイ、いっぱい応えてあげるわ。レイ、当たれ。レイ当たれ。マナが切れちゃった。これかな。負けちゃったみたい。悔しいな。私の言葉聞こえてる？私にはこんなことをあんたに言う資格はないかもしれない。でもはっきり言わなきゃ伝わらないから。シナロ、いけない、回復しないと。大丈夫、よし頑張るぞ。私が一番。
応援してくれるって言ったじゃない。セブン、どうしてキルト君たちは私の邪魔をするの。ひどいよ、ひどいよ。あんたさ、自分を大人に見せて勝手に正当化しているばかりかと思ったけど、そうやってちゃんと子供みたいに泣けるんじゃん。大人たちに囲まれて、世間に担がれて、話題の的にされて、振り回されてるうちに乗った波から降りられなくなってただけなんだよね。ほら、無理しないでお姉さんの胸でお泣き。なんだ、俺が心配することなんて何もなかったんじゃないか。やっぱり姉妹だね。語り合う必要なんて最初からなかったんだね。うん、そうだね。本当によかった。ああ、私にも優しいお姉さんがいてくれればよかったのにな。 おいおい、そりゃないだろ。まあ、これで一件落着ってやつ。この映像を見てるクラスタやシャムロックにはわけわかんないだろうけどね。実験結果はどうなるのかな。途中からカオス展開になっちゃったよね。高まった感情もしらけちゃってるだろうし、おそらくは失敗じゃないかな。はい、今ちょうど ALU 各所の映像をいろいろと見て回ってますが、騒然としてますね。シャムロックの人たち、クラスタの人たち、みんなあっけに取られてます。あらあら、ユイ、管理者側のカメラ映像を無断で閲覧？それってナビゲーションピクシーとしては越権行為じゃないの？私としたことが。前に私のことあんなに批判してたのに、ユイってばひどーい。でもこれでさ、七色博士の高尚な実験は失敗ってことだよね。私たちのせいでさ。大丈夫です、実験はきっとすぐにちゃんとした形でやれますよ。あの子ならすぐにまた立ち上がれると思います。私信じてます。ああ、そうだな。HP がつき、光のかけらとなって消えていくセブンの体、それをいつまでもレインは抱きしめ続けていた。